三上奈美のベトナムランポへようこそ。本日はハロウィン緊急特別企画ということで、まあ、今から私がとあるメイクをしてこのアパートのハウスキーパーのお母さんを驚かせちゃおうと思います。イエーイ。それでは早速いっちゃおしんちゃん。三上奈美のベトナムランポ。まあ今すでにねこの魔女っぽい感じの服装ではあるんですけれど、ガラッと変えた方がやっぱりガーさんも驚いてくれるかなと思うので、もうガーさんにはね一回この姿で会ってるんですよ今日すでに。でちょっとあとで3時にちょっと部屋にもう一回来てほしいってお願いしたので、その時にガーさんが驚いて願わくばちょよーいって言ってほしいけど、でもまあガーさんがちょよーいって言ってるの聞いたことないから、まあ、言わないかもしれないけど、どんな反応を示してくれるかを楽しみにしたいと思います。それではまずはお洋服から変身と。というわけでこんな感じになってきました。まあちょっとねこれはウィッグネットをかぶっているので、この後にちょっとウィッグもつけて大変身しようかなと思っているんですが、今日はちょっとね全然違う姿になりますからね。まあなんか私のことをなんか前々からね知ってる人とかはもしかしたら去年とか何してたかっていうので分かっちゃうかもしれないんですけど、まず最初に塗るのはこのベンタン市場の近くで買っためっちゃ真っ黒なファンデーション。もうこれをねしている時点で何をし始めたか分かる方は分かると思うんですけど、そう今日はヤマンバメイクをしようと思うんですよ。もうヤマンバメイクなんてもうねベトナムの人はね知りませんからね。実は去年もやったんですよ。私人生初のヤマンバ体験を去年3回もしてどんだけハマってんだよって感じなんですけどすごいチークみたいになってヤマンバギャルのメイクしてみたいなと思って、で去年その買ってこっちのメイクアップ用品屋さんみたいなところ でその時のやつがもちろんねその普段使わないからめっちゃ残ってるんですよ、このチョコレートクリームみたいなやつがそうで、だからちょっと何か事あるごとにヤマンバしようかなみたいな気持ちになっていて、ただねちょっとメイク落としたりとかメイクするのにもすごい時間かかるしめんどくさいからねあんまりなんかやってなかったの。まあやる機会なんてないしねちょっとなんか理想としてはグエンフエ通りでねこれでもうパラパラ踊るぐらいのことやりたかったんですけど、本当はこのヤマンバメイクをして外に行ってで街の人を驚かせるっていうのをやりたかったんですよ。ちょっとそのぐらい気合い入れた企画をやりたいなと思ってたんだけど、よくよく考えたら今って外でマスク外しちゃダメだからここのね部分が映んない、ここから上だけヤマンバみたいなことになるんですよ。でもそうするとやっぱ驚きが半減しちゃうというか、なんかやっぱりね顔面全部出てる方がいいなと思って、でまあだったらハウスキーパーのお母さんに協力してもらってちょっと驚いてもらおうと思って、まあ、彼女には何も知らせずにちょっと今日撮影付き合ってほしいから後で来てとしか言ってないのでなんかこれを見てね第一声なんていうかわからないんですけど、とりあえず後でベランダのところで待機して、まあ、だから彼女が来る前までにメイクを終わらせなきゃって感じなんですけど、今ここでね携帯でね去年やった画像を見ながらちょっとやってるんですけど、毎回なんか変わっちゃうんだよね。なんかこうやって塗ってる分にはさすごい健康的健康的だよね。でもさ改めて考えてもすごいよね、よくさこのメイクをさしようって初めに思った人、もはやさ可愛さとかの領域ではない気がする。雑誌とかもねあったからね、エッグとかね。でもみんななんかどういう気持ちでやってたんですかね、その当時の。もう今ヤマンバギャルってさすがにいないよね。渋谷とかのどっかに潜んでたりするのかな、まだ。逆になんか首から下なんか塗ってんのってぐらい白く見えるね。黒いもう白いのも前回使ってもうなんか混ざっちゃってるけど、一応これ白ね、もともとほら削ると白が出てくるこれもベンタン市場で買ったやつ。白い白いハイライトって感じだね。はみ出たなんかはみ出たむずこれ毎日やってたんでしょみんな、当時の人たちは。すごくない？
たいと歯が白いこれなベトナム人の人に見て驚いて欲しかったな。でも今日はねそれを代表して母さんに、母さんどんな反応するんだろう、無反応だったらどうしよう、おおみたいな微妙な反応が、まあ、それはそれでねリアルだよね。このアパートにこんな化け物が住んでると思わないもんね。合ってるこれ正解わかんない合ってる、合ってますかギャルっぽい喋り方しなきゃいけない。え、マジこれ合ってる、合ってる、合ってるっぽい、合ってるっぽいかな。全然わかんねえ、全然わかんねえし、つけま足りねえ、やばい、つけまつげないな。まあいっか、あるやつだけで。つけまつげなんてつけないからね、そもそもつけないし、もうこのご時世つけましたい人はみんなね、まつエクつけるもんね。もうまつエクもマスカラも何もしてないし。こうか。マジやばいんですけど。平成の遺産だよこれは。眉毛細くしたかったけど、もともと生えてるやつさすがに剃れないからむずいな。いい色、これもなんかね多分ベンタン市場のやつだと思う。思った以上に発色がめっちゃいい。これなんか会社の出し物の時のために買ったやつ、余ってもらったんだよね確か。楽しい。やっほー。ということで、とりあえずメイクは一旦こんな感じで、ここからウィッグをかぶります。イエーイ、いっぱい飾りもつけた。これもね、ベンタン市場で買った、どう見ても村上隆のやつそしてこの辺はね、なんかファンビッチャンの文房具屋さんで買ったアクセサリー。ちょっとね、つけまつげが足りなくって、ここしかつけてないからちょっと変な感じになってるけど、まあ全体的に変だから見逃してください。そしてここから最後に仕上げでキラキラをつけていくよ。完成、じゃじゃーん、できました。というわけでですね、ここでチーをもうちょっとしたら来るはずなので、待ってどんな反応をするか伺いたいと思います。ドア開けた瞬間に見えちゃうとチーの反応が見えないから、入ってきた瞬間に顔が見えないようにしながら手招きをしなきゃいけないね。これ来た来た、チーおーい、チーおーい。ここで微妙に見えてないやばい、見られちゃう見られちゃう。Come on, come on, dude!
というわけで予想以上にチーが驚いてくれました。イエーイ。初めね、後ろ姿見ただけだったらピンク色だからなんかデッポアデッポアって言ってくれてたんですけど、顔見た時の衝撃の表情もうたまらないです。今日のドッキリ企画大成功と言えると思います。本当はね、もうもっとベトナムの街の人々にこのヤマンバメイクを見てもらいたかったけど、まあこれはいずれマスクをしないでも外とかね、うろうろできるようになってからまた再チャレンジしたい企画にしようと思います。というわけで本日も三上奈美のベトナムランポご視聴いただきありがとうございました。最後はなみなみじゃんけんじゃんけんぽいギャルのパー、じゃあねー、バイバーイ。